ブライドリバーの松本です。今回はね、大切なルアーを入れる箱ですね。箱、僕らはやっぱりそのカバン大好きで、入れ物って大好きなんですよね。リモアとかね、ゼロハリバートンとかバカなものばっかりいっぱい買ってるんですけど、だからルアーもやっぱり心を込めて手で作ったものっていうのはちゃんと入れ物に入れてあげたいっていうのがありまして、で最初に作ったのがこのタンクっていうやつですね。これは見て通り、ある程度大きさがあって、で開けてこれぐらい、必要最小限度っていうか、まあちょっとね、ボートで釣りするときに一番ぴったりするサイジングだなっていうのでこれを作りました。でやはりその入れ物だけだったらプラノとかフランボーとか、ああいうプラスチックの方が便利かもしれないんですけど、僕らやっぱり人と違いを表現したいし、古いもの大好きなので、これなんかは、まあ、1910年ぐらい、100年ぐらい前のタックルボックスをイメージして作ったものですね。でそのあたりが、まあこういう、まあ、真四角の形、鉄でこの縮み加工っていうね、昔からある加工方法をわざと採用して、雰囲気作りに努めているっていうところですね。まあ雰囲気と機能と耐久性ということですけれどもね。これがやっぱりジョンボートとか、まあ、カヤックでもいいんですけれども、いう時のスタンダードがこれなんですね。でもう少しほら軽く釣りしたいなって時あるじゃないですか。で僕なんかもほとんどもう今カヤック乗ることが増えてるんですけど、そういった際にもうその日使うタックルを絞っていく楽しさがあって、じゃあそれをどういう入れ物に入れるかっていうことで作ったのがこれですね。これスナップライトと言います。サイズが B5 サイズです。はい、でこの中で、こういう形、3箇所トレが置かれてるんですね。でここに入る分だけでその日のゲームを楽しんじゃおうということです。でこのサイズなんでこういう形にしたかっていうと、やっぱりもうこれぐらいのサイズのバッグ一つで釣りしようっていうのが僕がカヤックやる時のテーマなんですね。ですからここに、こうやってこうして、出してきて、でまあこれちょっと自分用にケース作ったんでこれは関係ないんですけど、こういうふうに出してきて、で釣りをすると。でまあうちはまだないんですけれども、まあ津波さんのところとか他社でかなり大きなルアーも出てきてるんで、そういったものに関してはこっちですね、もうトレー何にも付いてないです。はい、ここにガサッと入れてもらって使おうということで、はい、まあいわばプラノのケースを皆さんお持ちだと思うんですけど、プラノのケースの、高級版と思ってもらったら一番簡単な説明だと思います。はい、あれ便利なんですけど、やっぱり今の時代そのなんか使い捨て使い捨てっていうのは、まあ、こういういいものを長く使おうっていう僕らの気持ちの中でやっぱり抵抗あるんですよね。あともう一つはちょっともう少しカッコつけたいなっていうので、こういったアルミで作るっていうのを思いつきました。で形とか、まあ、作りをすごく研究しましてね、まあ、ルアー1個ぐらい7000円未満で、することができましたので、この辺りを、まあ、1個ないしは2個入れて、こういうカバンに入れて釣りしていただこうということです。スナップライトとタンクですね、これがブライドリバーの現在のタックルボックスです。ぜひ皆様お使いください。よろしくお願いいたします。